皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学1年生の数学文字式の8回目。今回は括弧のある一次式の足し算と引き算についてお話します。まず最初に足し算、次に引き算の順でお話します。括弧のある式、これは括弧を外して計算します。では足し算の場合、どんなふうに括弧を外すか。ここに括弧 3x 足す3括弧閉じ足す括弧 2x 足す5括弧、こういう式があります。足し算でも引き算でも前の部分というのはこれそのまま書きます。ですから 3x 足す3になります。後ろの部分ですね、足すの後ろのここの括弧の部分、ここの部分は足す 2x 足す5とこうなります。ここで文字の部分を前に持ってきてミスを減らしましょう。 3x 足す 2x、 そして数字の部分足す3足す5とこうなりますね。と答えは 5x 足す8です。この足し算では括弧の中の項、後ろの部分の括弧の中の項ですね、これ 2x 足す5ですから 2x と5ということですね。この項は符号を変えないで括弧を外します。ここを比べるとこの 2x の部分足す 2x 足す 2x と書いているように見えますけれど、 2x というのは正の項なので、ここに正の符号のプラスが隠れているんですね。ですからここに足す 2x と出てくるのはこのプラス 2x を書いていると、こう考えてください。では練習2問使って確認していきます。括弧1、6x 足す1括弧閉じ足す括弧 3x 引く8ですね。これは前の部分はそのまま 6x 足す1、そして足す、ここに正の符号が隠れているんですね、足す 3x 引く8になります。で順番を変えて 6x 足す 3x足す1引く8ですね。 6x 足す 3x 9x です。 9x、 そして1引く8はマイナス7ということで 9x 引く7というのが括弧1の答えです。括弧2です。括弧 7x 引く3括弧閉じ足すマイナス 8x 足す9、前の部分はそのまま 7x 引く3、そして後ろの部分括弧の中のこの項、符号を変えないでそのまま引く 8x 足す9とこう書きます。ミスをしないように文字を前に 7x 引く 8x 引く3足す9とこうなりますね。で答えは 7x 引く 8x はマイナス 1x ですけれど、マイナス1の1は書かないのでマイナス x ですね。マイナス x こう書きますね。そして引く3足す9、これはプラス6なのでマイナス x 足す6と、これが括弧2の答えということになります。では引き算に進みます。引き算では思い出してほしいものがあります。5引く括弧マイナス2と正の数、負の数の引き算ですよね。この計算では引き算を足し算に直して計算しました。ですから5引くマイナス2のこの引くを足すにすると後ろの括弧の中の数字の符号が変わって足す2、つまり5足す2答えは7と
こう計算しましたよね。マイナス3引くカッコプラス5と、この場合もこの引き算を足し算に直すと、後ろのカッコの中のプラス5がマイナス5になって、マイナス3マイナス5、答えはマイナス8と、このように計算しました。実はカッコのある一次式の引き算でも同じように計算します。 3a+4 カッコ閉じ引くカッコ a-2 と、この場合この引き算を足し算に直します。ここを足し算にすると後ろのカッコの中の符号が変わって、 a、 これはプラス a のことでしたから、この符号がマイナス a ということになって、引く2は足す2、こうなるんですね。カッコを外すと前はそのまま 3a+4、 後ろはマイナス a、プラス2と、文字を前に持ってきて計算しやすくします。 3a-a+4+2 と、 3a-a は 2a です。 2a、 そして 4+2 は6ですから、足す 6 2a+6 というのが、この計算の答えということです。このようにカッコのある引き算、この場合足し算に直して後ろのカッコの中の項の符号、これを変えてカッコを外します。ではこのこと練習2問使って確認していきます。カッコ1カッコ a-7 カッコ閉じ引くカッコ 6a+3 ですね。ここの引くを足し算に直して足すにすると、後ろのカッコの中の項の符号が 6a はマイナス 6a、 足す3は引く3に変わるので、カッコを外すと a-7 引く 6a 引く3、こうなります。文字を前に持ってきて a-6a-7-3 と、 a-6a はマイナス 5a ですね。マイナス 5a-10 と、答えはマイナス a、 あ、マイナス 5a-10 と、こうなるわけです。カッコ2番カッコ 7a-2引くカッコマイナス 2a+6 と、ここの引き算を足し算に直すと、後ろのカッコの中の項の符号が変わって、マイナス 2a はプラス 2a、 足す6は引く6になるので、 7a-2 足す 2a-6 と、文字を前に持ってきて 7a+2a-2-6 と、 7a+2a は 9a ですね。 9a、 そしてマイナス 2-6 でマイナス8となるので、 9a-8 というのがカッコ2の答えになるということです。今回はカッコなる一次式の足し算と引き算についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。